二代ニューブライトン桟橋はニュージーランドのクライストチャーチ郊外ニューブライトンにある桟橋であるオーストララシア最長の桟橋でクライストチャーチの象徴の一つでもある現在のコンクリート製の桟橋は二代目であり1997年11月1日に開業した初代は木造で1894年1月18日にオープンし 1965年10月12日に取り壊された。初代初代の三橋は木製で1891年に建設が始まり、1984年1月18日にニュージーランド総督第7代グラス号伯爵デイビッド・ボイルによって正式に開かれた。オープニングには他にクライスト・チャーチ市長、ウォルター・クーパー、リムウッド市長、 J.R. ブラント、大議員議員ジョージ・ジョン・スミス、大議員議員ウィリアム・ホワイトハウス・コリンズらが出席した。式典が終了すると同時に雨が降り始め、予定されていた花火は延期された。桟橋の長さは210メートルで、先端には大きな建物を含む八角形の橋を建設する計画があったが実現されなかった。時の経過とともに、桟橋は朽ちてしまったため、 市議会は、桟橋の撤去を明示、1965年10月12日、早朝、引き潮のわずか4時間半の間に解体された。撤去後、初代の桟橋を救うために運動した、桟橋、海岸協会は、新しい桟橋のために募金、ロビー活動を行った。最終的に200万ニュージーランドドルが集められると、クライストチャーチ市からの200万ニュージーランドドルと、 合わせて新しい桟橋が建設されることになった。二代目にあたるこの桟橋は初代と全く同じ場所に建設され、鉄筋コンクリート製で全長300メートルである。1997年11月1日に正式に開業し、はじめはニューブライトンの2011年のカンタベリー地震後にはクライストチャーチ全体の象徴として知られ、 主要な観光名所の一つとなっている。また、定期的に行われるスケートイベントや毎年11月5日に開催されるガイホークスナイトの花火大会など多くのイベントの会場にもなっている。桟橋はたびたび地震の被害を受けており、特に2016年のクライストチャーチ地震ではそれまでの蓄積もあって工事を行わなければならないほどになった。 修理は2017年2月に開始され、850万ニュージーランドドルの費用と16ヶ月の時間をかけて2018年5月に完了した。2台。ありがとうございます。